山形石水石は、室内で石を鑑賞する日本の文化、趣味である。自然石を台座、または水盤に砂を敷いて配置して鑑賞する。水石という故障には、水盤に入れた石に水を振りかけると、色が濃くなり、美しく見えるからであるという説と、古来、日本の公家社会、武家社会の茶席などで、床の間を飾る置物として、 山水系を感じ取れる石として徴用された山水石もしくは山水形石が省略されたものであるという説がある。明治以前の干渉石はそのほとんどが山水石であったとされる。中国の南宋時代から始まったマナイ趣味が日本に伝わったことに始まる。五醍醐天皇の愛石で中国から伝来した夢の浮き橋が徳川美術館に収蔵されている。盆の中に 山水景観を表現する盆石、盆景の中に自然石を置くことや、奇跡の収集、干渉趣味として現在に伝わっている。有名な真内主家に、江戸時代の雷山洋、明治時代の岩崎矢之助がいる。1961年に日本水石協会が設立され、第一回展覧会が三越で開催された。干渉される石は例えば、山系や、 海上の岩の姿を連想できる山形石、炎山石、岩形石、滝石などや菊花石や虎石などの模様の珍しい門石や型の面白い姿石、色彩の美しい石などである。日本における名石の産地には石狩川、鴨川、瀬田川、伊比川、佐治川などがある。日本では石質が硬く黒いものが沈重されるため激流の 川に良い石が多いとされる。中でも最上級の水石は石狩川内市瀬田川と言われているが、どちらも現在は良質な石は枯渇しており大きな石の採取は望めない。山水石は多くの形に分類されて扱われる。以下にその例を挙げる。高橋定介伝承石石の御社1988年。ありがとうございます。